ソロダ競馬レース展望。今日の解説はスポーツ日本の小林真紀さんです。小林さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ソロダ競馬、今週も火曜水曜木曜の3日間行われます。で、この開催は6日間開催ということで、今週は前半3日間、そして来週も後半3日間開催と、はい、こういうことで、あと6日間今月行われるわけですが、初日の明日は12レース、ここのところ12レースのレースが多いんですよね。そうですね、はい。まあ、そういうことで明日も賑やかに行われますが、はい、そのうちのメインの11レースと準メインの10レース、この2つを小林さんに解説していただきます。それではまずメインの11レースメンバーをご覧いただいておりますが、こういったメンバー、 A2 クラス8頭の1230メートルの短距離戦、印をご覧いただきます。こういう印をつけられました。小林さん、いかがですか、はい、この11レースは。そうですね、旗の奇跡は、頭は私は信頼したいレースですね。ですね、はい。前走は相手が強かったです ね。インディウム、決起性など強い馬の中 で、旗の奇跡自身も勝ちに行くレースをしましたね。そうでしたね、真っ向勝負といいますか、仕掛けていって、まあ、直線失速で6着には終わりましたが、まあ、いたしかたないといいますか、うん、ここは仕切り直しですね。相手も前走ほど強くありませんので、はい、力を発揮してくれると思います、はいはい、ということで6番の旗の奇跡を本命にされました、うん、まあ明日は何おいてでも中心はこの馬ということになりますかね。はい、私そう思いますね、はいはい、で印をご覧いただいておりますように、うん、8頭立てのレースで、6頭まで印入っていると。印打ちすぎですね。これ、いやそれほどにやっぱり6番の旗の奇跡を軸にしても相手馬の絞り方というのは非常に難しいと。ものすごく悩んだ挙句、ちょっとたくさん印を落ちすぎてしまったんですけれども。これさ、悩まれました、はい、2着以下はそんなに差はないというか、一長一短といいますか、はい、迷うところですね。なるほど、はい。まあ、一応の対抗としては5番、坂田氏を挙げております、うん、こちら昇級戦になるんですけれども、前走の勝ちぶりが良かったですので、はい、ここも期待したいと思いました。距離短縮にはなるんですけれども、中央競馬を走るときに1200メートルの経験もありますので、はい、問題ないと思いますね、はいはい、ということで5番の坂田氏をまず対抗の1番手に、はいはい、そしてその後には3番の名勝三蔵を挙げております、はい、名勝三蔵は B1 の時はずっと好況だったんですけれども、前走が昇級初戦でしたね、はい、昇級初戦ということもありますし、少しレースの間隔が空いていたということもあったのかもしれません、まあ、6着でしたが、ここはクラス慣れも見込めて前進あっていいと思いますね。印を回しました、はいはいはい、でその次には7番の74ハーバー、うん、はい、こちらが高級戦ですね。今回、はい、その高級利ということで変わり身が見込めると思います。状態もいいということですし、4走前ですかね、はい、に言及のこの同じ1230メートルで勝っている実績もございます、うん、ここも見せ場あっていいと思いますね。なるほど、はい、まあ、1230メートル、うん、この A2 クラスで勝って A1 クラスに上がって3回レースをして、はい、さすがに A1 クラス相手ではちょっと、うん、ということで、はい、再び A2 クラスに下がってきたんなら、はい、74ハーバーはバカにできないぞと、うん、そうです、こういうことですね、はい、でその他では1番のスマートエビデンス、はい、それから4番アルカナ、はい、スマートエビデンスは前回が南関東から転入初戦でしたね、はい、勝ち馬に競りかけられる厳しい展開だったんですけれども、最後までしっかり粘って2着に残りました、はい、ここはそれほどこう競ってくる馬もいなさそうですので、うんうん、まあ、ひょっとしたら押し切りもあるかもしれませんけれども、まあ、逃げ粘りは十分だと思いますね。展開面で有利だと思われます。あとアルカナは私個人的にアルカナ好きなんですけれども、末脚は確実ですよね、うん、届くか届かないか別にして、うん、最後はしっかり足を伸ばしてきます。ここも展開一つで前進はあると思いますね、うん、はい、最後にはしっかり足を伸ばしてくるというところが、うん、コレイスさんの好きなところなんですか。くっと絶対来るんです。アルカナ来たって思うけど、まあ、ちょっと後ろ過ぎたりとか展開がとか、まあ、展開に、ね、左右されちゃうんですけれども、ああいう足の持ってる馬は私好きなんです。一瞬のなんか見せ場、ドキドキしますよね。ドキッとさせる、見てたら、はい、ワクワクします。これは男と女の関係と一緒ですね。何の話ですか。
いやいや本当ね、確かにありますよ。あの馬でもね、ほんま一瞬の足、うん、それをどこで見せてくれるか、そうそう、そういうことですね。じゃあフォーカスを見ていただきます、うん、これ馬単6番を軸にしたこの20通りの組み合わせというのを考えておられるわけですね。はい、はい、それでは準メインのレースを見ていただきます。10レースです。このメンバー10頭です。これは、B2 クラスのメンバーなんですね、はい、距離は1400メートル、はい、印を見ていただきます。こういう印です。本命は8番のエイシンビーボですか。エイシンビーボか大新プロトにするか、ちょっと悩んだんですけど、悩むとこですね。悩んだんですけれども、4連勝中のエイシンビーボ、勢いに私はかけます。勢いを、はい、距離がね、ちょっと初距離っていうところで未知数ではあるんですけれども、うんうん、これまでの勝ちっぷりからもスピードはここでも通用すると思いますね。はい、はい、本命に出しました。はい、はい、まあ、中央から移籍してきて1230メートルの短距離で4連勝している、うん、この1400で果たしてという疑問もあるところへ1番の大新プロタがいると、うん、はい、そう、園田で5戦5勝ですね。能力が高いんです。はい、ただしちょっと 体質面で、ね、弱いところがあるようでして、まあ、レース感覚詰めて使えないと、うん、そういう不安がちょっとあって、今回も57キロ1キロ増というのも若干ですが、8番に比べて1番を割り引いた理由はほんのちょっとですね、その辺だけです。はい、うん、でも、まあ、力量的にはかなりのものを秘めているということです。能力はございます。はい、はい、で3番手の評価として5番のミラクルナイトを挙げられました。はい、ミラクルナイトが再転入戦ですね、はい、園田で4勝の実績がこれまであります。B2 でも1勝しております。はい、初戦から警戒したいですね。はい、はい、ということで、うん、まあ、園田と中央とこう往復してるわけですよね。はい、で4番手評価に6番のレオベストを挙げておられますね。はい、レオベスト言及では勝ててはいませんが3、3、4着と大きくは崩れておりません。はい、ここでも食い込みはあっていいと思いますね。うんうん、はい、一瞬もうちょっと決め手が欲しいなという、うんうん、ちょっと歯がゆいところありますけどもね。確かにそれは事実なんですけど、崩れないというところはね、崩れないところ馬券には絡めておきたいなと私は思いますね。はいはい、そして白三角は2頭2番のユウ君、それから9番のコモド。ユウ君は南関東から転入して2走目前走で3着といいところを見せました。はい、叩かれつつ状態も上向いておりますし、はい、競馬センスの良さといいますか、そういうところも前走で垣間見えましたので、うん、ここも食い込みあっていいと思いますね。はい、であとコモドがちょっとね、成績が最近あんまりなんですけれども、うん、印を回した理由はただ一つで、木村騎手がここは乗るという点取りということで、目的はそこですね。木村騎手が乗って気合をつけて変わってくれという、ね、乗り代わりですから、印はちょっともう一個回しましたね。はい、僕は最初ね、あなたの印をね、はい、本番が始まる前に見せていただいた時に、はい、9番のコモドのここの白三角は何のというふうに思ったんですが、これは木村なんですね。うん、それだけの私の理由です。ですね、はい、競馬というのは馬が走る、しかし走らせてるのは人間である、うん、つまり騎手である、うん、その騎手の技量というものが非常に大きく影響するんですよね。うん、そうですね、実際ここまであんまりだった馬が木村さんが乗ったことでぐっと前行くとありますよね、急に動き出すことが、はい、すごくそれに魅力を感じておりまして、はい、木村さんの乗ってる馬はなるべく軽しないようにと私の印の傾向です。はい、それではフォーカス見ていただきます。こういうふうに8番を一応の軸としてこのような印を、はい、ということなんですね。はい、ということで明日園田競馬初日のレースは12レースを行われますけども、はい、全体的に見てどうですか、明日の園田は。そうですね、硬い本命もあると思いますが、うん、ちょっと一筋縄ではいかないかもなっていう楽しいレースです、うん、明日も。明日も初日からそういう楽しさがあると。12レースもありますしね。あ、そうですね、休む間もなくレースがあります。はい、明日から園田競馬3日間開催されるんですけども、はい、さあどういうレースになるのか、うん、はい、本当楽しみいっぱいという感じ で、はい、で季節も良くなってきましたし ね、 ですね。どうぞ明日からレースをお楽しみください。